ピンキーだよ。はい、エユア、エンヒナ。フレンドの皆さん、いつもありがとうございます。早速ですが、先週フレンドポイントを受け取れる挨拶をね、こう順番に送ってますという報告をここでしましたが、フレンドの中にね、ほぼ毎日ハンドルネームを変えていらっしゃる方がおりましてですね。で、ピンキー、コメントの書き方とかレベルで、あ、おそらくこの人とこの人同じだなっていうのをおおよそ把握しております。特にハンドルネームを変えたからといって、挨拶を多くする予定ございませんので、ハンドルネーム替えはほどほどにね。私はフレンドと毎日一緒にプレイできてとっても楽しいです。フレンドといってもね、そんじゃそこらのフレンドじゃないんですよ。ほんとなんでピンキーにフレンド申請したんっていうほどね、すごい肩書き持っている方たちがいてね。まずこれ伝えておかなきゃね。ヴァンパイアめぐみすちゃんって言った方がいいのかな ?3 だよね、一応。ちゃんとコメント届いてますからね、ピンキーのところに。安心してください。ヴァンパイアめぐみさんって、綺麗なお姉様だよね。フレンドの紹介文が面白いっていう番組は、後日改めてやるので、その時に深く取り上げますが、いや、彼女ね、何がすごいって、すごろく上位の方なのよ。ピンキーには一生取れない称号を持っているお姉様なんだよね。まだ若いのよ、写真見る限りではね。学校も行ってるみたいだし。でも上位ってすごくない？ピンプルピンキー組合は彼女をこれからも応援しますよ。で、コメントがどうしたの？実は彼女からコメントが YouTube 宛てに来たんですよ。でもね、おそらく書き込んだら自分の本名が出てきてね、ギヤってなって即消したんだと思うんだよね。ほら、YouTube と Gmail って連動してるじゃん。でね、コメント内容すっごく丁寧でキュートな内容でね、ヴァンパイアめぐみさん、今後も本名をネットに載せたりとかね、絶対にしませんので、ご安心ください。ピンキーは子供たちを全力で守りますからね。え、私はミスひなもだよ。だから広告ここで載せないのも、子供を使ってお金稼ぎしたくないじゃない。それだけじゃなくて、有名 YouTuber になると本当に危険がいっぱいでしょ。ピンプルピンキー、隠れた名店になりたいのはそういう理由からです。で、フレンドへのお願いって何なの？あ、また話が脱線した。ですね、この間お願い動画をね、アップしたばかりなんですけど、一つ変更させてください。今までは5日間ログインがなかったフレンドを削除しますってありましたけれども、それをですね、3日に変更したいと思います。そういえばこの間面白いハンドルネームの人から申請あったよね。びっくりしたよ。ひなって書いてあるんだもん。まあ、ひなって名前未だに多いからね。で、その上のピヨっていうのにはね、正直吹いたけどね。そういえばハミングさん、昨日お友達になってくれたよね。ああ、そうそう、ピンプルピンキーのツイッターを見てくださってる方にはね、おなじみの、お名前なんですけれども、この方ね、シンデレラの1位なのよ。すごい、すごいよね。確か、ずいぶん前のシンデレラの動画をアップした時だったっけ。この1位の称号綺麗だねって2人で話してたよね。こうしているミニーとか見てみたいな。あと、この1位の称号すごくキラキラしてかわいい。豪華だよね。スゴロクツアーズで他にももらっ、そのキラキラした称号をお持ちのハミングさんが、突如ピンキー主催のパーティー、友達と遊ぶに現れた時は度肝も抜いたね。変な汗出たもん。ピンキーなんかずっと叫んでたのよね。そりゃ叫ぶよ。もうね、中島みゆきみたいにかっこよくスーッと登場してね、プレイした後もスーッと帰ってったのよ。え、誰？中島みゆきだよ。吉田拓郎の妻恋ライブにこうね、無言で彼女が登場して、でもこう会場がね、すっごいスタンディングオベーションだったのを知らない？私生まれてないよ。もう超かっこいい登場の仕方でさ、それがなんかね、ハミングさんと被ってね。もう正直ね、言うとピンキー称号1位の人とか、まあ、トップの人だよね。そういう人見ると、
やもう諭吉まみれでね、もうフレンドの赤もらって得た称号なんて、実力はどうなの、腕はどうなのって思ってた矢先よ。いや、見事に敗北したわ。ひなもだよ。二回プレイしたけど、一つは星5のライド二つ持ってても、1位になれなかった。ピンキー、ここ半年、いろいろな方たちとプレイしてきて、思ったんだけど、上位50のプレイヤーの方々って、80% の人がエキスパート、安定してフルコンボ出してるんだよね。ハミングさん、毎回フルコンボって、すごいよね。敗北です。星6のライドたくさん持ってるんじゃないかな。だからね、ピンキね、ハミング師匠って呼んでるんだ。いや、まだ戦いは終わってないのよ。いつかハミング師匠を超えられた時、ピンキなんかね、開花するんじゃないかなって。仲良くやろうよ。ピンキー、ハミング師匠はこうなんかね、手に届かない存在で、怖くてこっちからフレンド申請できなかったのよ。一緒にパーティープレイはしてたもののね。でもハミングさんはしてくれたんでしょ。心もピンキーより広いときたよ。なんだろう、このすべてにおいての敗北感。他にも素敵なフレンドがたくさんできて、ピンキーよかったね。ニャンコロムチさん、すごく上手だよね。あ、そうそう。彼女もね、毎回、彼女？彼？どっち？わかんないけれども。まあ、毎回フルコンボもしくはオールパーフェクト叩き出してますからね。実力あるとみた。いやー、考えてみたら、台頭さんがいなかったら絶対出会わなかった方々ですからね。ピンキー、今日はこの辺でいい？あー、失礼失礼。個性的で楽しいフレンドが多くて、もう語り尽くせないよ。ではご一緒にまた遊ぼうね。 See you, bye! ということで、5日から3日に変更です。その一言言うだけにどんだけ雑談してるのよ。